ということで、第31回、月の下で、見終わりほやほや、2週間空いて、12位になって出世したよ、感想会。さあ、ご無沙汰しております皆様。この時間が帰ってまいりました。ね、オリンピックも盛り上がり、素晴らしいですけども、12位になることができました。ありがとうございます。おめでとうございます。皆様のおかげでございます。ね、ついに、源氏物語がというね。そうですね。いや、今週も面白かったんで、ちょっと振り返っていきましょうか。はい。道長が、まあ、いろんな家にやってきて、オファーを出すんですかね。そうですね。はい、枕の草子に代わる、もので面白い物語を書いてる噂を、まあ、金刀から四条の宮で聞いたと。そう、かささぎ語り、はい、が面白いらしいじゃんと。でも面白いらしい、読ませてくれって言ったら、もう燃えてしまった、嘘つけみたいな。そしたら結構マジで、ああごめんみたいなね。なりましたね。まあ片子の乱があったの知らないからね、片子の乱が起きたことは言えないしね、うん、でもああいうのを書けないかみたいな。最初断りやすいやつと書けないって、で、まあ中宮様にかわいそうだから、そっか、じゃあそれだったらっていうことで書いてみる。そうですね、じゃあちょっと最初からですけど、今週のただのむのコーナーに行きたいと思います。どうもありがとうございます。お祝いですね、今週は。つい2年間の一つ年上の金刀を越してですね、はい、12位になったと。よくわからないけどすごそうでしたね。すごいとこに行ったって感じでした。いや、頑張りました、出世いたしました皆様。いい顔してましたね、あの台で歩くとき。あんな絵に描いたドヤ顔ってないですもんね。調子に乗ってる顔してましたね。めちゃくちゃ調子乗りましたし、本当にでも金刀が出資しなくなるのは史実上本当だからね。で、和歌と漢詩をちょっと学び直したいって言ってた、本当に出資しなくなったらしいからね。やっぱそうなんですね。それぐらいやっぱショックというかね。で、まあ友としてなのか、自慢したいのか分かんないけど、やってきて。いやでも、やっぱそれもあったけど、実際ずっと一緒にやってきて、まあ金刀いないと回らないみたいなところもあるし、実際。確かに。だからずっと憧れで追い抜いたけど、でもいや金刀いないときついよっていうので口説きに行ってる。あのスーパーエリートだけど2人とも、でもやっぱもう金刀のこの、AI 張りのさ、AI 張りの、そう搭載してるからやっぱり。でも和歌も書けるし、そう漢詩和歌笛もできるしね、だから金刀がいないと厳しいよっていうので、やっぱ私は自分の能力というか、もうこうチームで行きたい派なんで。なるほど。出世って意味でも金といてくれないと。行ってくれないとがあるんじゃないかな。でちょっとすごい僕は思ったのは、はい、まあ、慰めるときにいろいろ言うじゃないですか、お前はまあ中宮大夫にしたのは道長だろ、だからお前のことを買ってんだよみたいな、たまたまじゃないよみたいな言ったときに、頼むが、まあはいはいはい、あの言い方が、その普段のカナダさんすぎて、まあそれですな、まあマジでそれの言い方でしょ。俺もびっくりした、あれこんなにまあいや、あれはタラノブのまあですから。いやまあ本当両方ですよね。まあめちゃくちゃ聞くんだよな、そのまあ。まあよくね、飲み屋でも聞くよね。まあ何がまあだって言ってて、でもそこの本当に出資してほしいって気持ちは本気だからね。で誰かに頼まれたのか、いや俺の気持ちだ、そしたら大納言様がおいでになられます。突然ね、はい、えってなったもん。ズシッてきて確かに何かすごい迫力が、そうやっぱ大納言さんですから、正直代理でお会いしたけど、ああやって会うの初めてだったから、初めてああいう絡みの感じ、3人でね、なんかちょっと派閥が違うし、金刀と秋山さんはいとこ同士で、俺と道長いとこ同士だから、あ、
そうそうそう。まあ、みんな親戚なんだけどね、はい、言ってしまえば。だから、金との方が近い、サネスケさんと。で、俺はサネスケさんと結構意見が違う。確かに。代理でも言われてたし、うん、なんか、怠慢ではありませんかみたいな。確かに。ためとけば。うん。怠慢は言い過ぎであるとか言われてたから、あんまり意見は合わない人が来ちゃったよ、みたいな。一年同士でやってたら、三年来たみたいな。あ、おはようございます。みたいな。ほんとそんな感じ。そう、感じで。で、何しに来たんだとは思ってた。私、二人とも、うんみたいな。そう。あれなんでなんで三之助さんと思ってたよ。ちょっとコントというか、同じこと言っちゃうみたいな。いや、だからね、あのシーンがね、麻生の言い方とか。あれ何回も撮るじゃん、やっぱり。そうっす。さすがにこっちから撮ってみたいなこと。はいはい、毎回、麻生の間も違えば、顔も違えば、言い方も違うから、もう、たまらない。だから、俺最後さ、うんってこう我慢してるやつとか、はい、もう本当に笑いそうだった。芸人さん二人なんで、うん、これちょっと、ギリギリのラインですよね、いや、だし、あんまやりすぎないようにっていう、多分お互いも分かってるけど、でももう俺多分途中笑っちゃってた。だあれ、最後目見開いてこうやってやってるのも、ギリギリのところ。気まずいのと、うん、あ、そうで笑っちゃいそうなのと。で、あの、行くなら今ですよって言った時に、え、今のなんだみたいな。はい、で、罪におけぬ人だみたいな感じで、はい、あのシーンではそこで終わってるけど、その後こう、あの、サネスケさんの方、廊下を歩いてった方見たら、サネスケさんこっち見て笑ってて。でも、俺、ただのぶきんともう吹き出しちゃって、いや、ちょっと勘弁してくださいよみたいな、まあ終始楽しい感じで、まあちょっとファニーなシーンだし。確かにそうですね。そういうシーンでした。いやー面白かったっていうか、あの生でああやって対峙すると、うん、もうこのなんだろう、もうここにいる感じ、サネスケさんがパワーが半端じゃないですか。そう、なんかね、圧、はい、そのすごいな、ここで喋られてるぐらいすごいからわーってなっちゃう。ちょっと今後あの3人の絡み楽しみだなって思いましたね。金藤とは幼馴染だけど、サネスケさんはちょっと、俺は出世したいからね。はい、サネスケさんのところも、まだ早く行きたい、うん。それ以上行きたいって思ってるから。で、俺はちょっと目の前の単行部的な感じで、あれだけど、でもやっぱサネスケさん、ああやって絡むと、やばいね。で、結局サネスケさんって、女性に会いに来たってことですよね。そう、隅に置けない。いやだから結局それ目的で、特に言うことはなかったから、言ったことが忠信に言われたやつ全部被って、はい、で、結局何しに来たかわからないけど、そういうことだったんですね。はい、あの、入っていく顔、絶妙なんだよな。今日は忙しいゆえとか言いながら。うん、入っていく時の顔がもう絶妙だな、やっぱ。いい顔してましたね。うん。で、そこに真宙が来た、あれみたいなね。学びの会で、うん、真宙は泉式部。ああ、そうだ。はい、枕草子のどこがダメだったみたいな。はい。もう研究する感じになってですね、真宙として。なんであんだけ流行ってるのかとか読んだ人の意見を聞いてたら、やっぱ生々しさがなかった。はい。人肌を感じない。うん。確かになんかいいとこばっか書いてるんですね、枕草子。まあ、それはね、あの、桔梗が、清少納言がそうさせた、うん。そんなとこありません。はい。っていう。要は、いじらせません。みたいな。そうですね。まあ確かに人間味が確かにそうするとなくなってしまうんですかね、うん、気は利いてるけど。そう。で、そこの真逆の性格の、また清少納言とは真逆の性格の真宙が、うん、まあ源氏物語を書いた紫式部が。すごい面白いですね、なんかその。真逆にね、うん、いる人間のなるほど、みたいな感じで、で、書いてみようと。そうですね。今度道長は、中宮様と行って、はい、そしたら中宮様が、大丈夫、二人心配で。お母様、そう。ありましたみたいな。もうあの件以来すれ違っちゃってね。うん、で、次、明子の方行って、はい、高松殿のとこ行って、で、そこも、うん、もう出世させてよ、はい、みたいな感じで。で、もう飽き飽きしちゃって、はい、そこからもう土帝殿も、高松殿も行かなくなって。代理に泊まる、そう。オフィスで泊まる。そうだね。でも道長ももう嫌になっちゃったんだろうね。で、どうするかってなった時に、真宙が書きますと、手紙が来て、はい、で、一膳の紙をね、持ってった時に、あれ、片子いるのになぁ、とは思ったけどね。そうですね。そこは合わず。左大臣様がね、また家に来て、はい、で、糸さんの
相手のね、はい、うちあれ左大臣だろみたいなうち来んのみたいな、すごいでしょみたいな。確かにとんでもないことですよ。確かに、いやだからすごいあのやり取り好きだったらめっちゃ面白かったし、でそれで書いてみるんだよね。一回書いてみるですね、うん、あれだから中宮様のために書くんだよね。で面白いなあこれでいいのか、なんか笑ってね、そう笑っちゃう感じの話で、したらこれ中宮様にでしょみたいな。で道長やっぱまた嘘つけないから、はい、正直者だからあれみたいなね、まあ疲労は分かっちゃうわけ、はい、で実は帝に献上しようとしている、うわマジかっていうね、はい、なんか察するの早いですね、うん、そうお互いに理解し合ってるから、はい、それ嘘でしょ、いやでもそう言ったらあれだろみたいなね、うん、だからまさにソウルメイト、うん、で帝の話を聞かせてくれるんだ、うん、でずーっとね喋って、はい、あれもなんかキュンキュンしたらなんか、いやめちゃくちゃ良かったですね、うん、でそれを聞きながらうんうんってどんどん想像膨らんでってさ、はい、やっぱ真宙はそういう能力者でもあるからさ、昔からこう妄想とか物語書く、だからすごいそれでほんほんってなって、もう気づいたら夜、はい、そして月の話になり、月って二人の共通の、うん、まあ、この光る君へでね、ずっと月がお互いの目線で描かれてとか、はい、月を見上げる理由は何なのかって素敵だったねあれもね、うん、月に人がいて、そうこっちを見てるから私たちは見上げるんです、うん、確かにそれ言ったら、うん、おかしきことを言うなって言うんですよ。そうでおかしきことこそめでたけれが来て、直秀の話がね、直秀も月にいるかもしれないなって、はい、うわー素敵だなって、あそこキュンキュンしたな、お来るかと思ったけど、そうですね、うん、一緒に見ていると願いながら俺は月を見ていた、そうそれは毎回そうだもんね。だそこでぐわーっと言葉が天から降りてきて物語が、うん、でその後ずっと読み継がれるあの伝説の源氏物語がついにねこの31話で、いやすごい素敵なシーンでしたね、本当に。そうついに来たーっていう、うん、うわーっと思ったな。ここまでの振りも全て含めて、あこういう感じで作るんだ、確かについに降りてきたんだっていうね。確かに直秀が、うん、おかしきことで物語を書くのを始めてますから、ね、そう3話ぐらいで、そう確かに。そっから流れ流れてお互いのいろいろあってので、まさかこういう流れで源氏物語を書くんだって光る君は、いやいい、すごい、いやよかった、素晴らしかったな、うん、そこのシーン、いやで道長に読ませたら、うん、ちょっとあまりにも多分影な部分とかいろいろ、まあいわゆるその生々しさとかリアルが、はい、まあこれはちょっと帝には見せれないなみたいなね、ちょっと危険損ねちゃう、うん、でもこれダメだったらねみたいな、これ読ませないのも私無理ですよっていう、うん、でその時についに来ましたよ、笹井さん以来の片子でございます、入りましたね。サザエさん以外で言うのは確かに初めて。サザエさんより前だからね、時代で言うと。いやー、知らないわけだから、もちろん。そうですね。うん。サザエさんって。いや、親っていうのをね。あ、サザエさんってことじゃなくて。サザエさんそれは知らないでしょ。片子が知らないってことじゃなくて。そうそう。片子も知らないし、道長も知らないでしょ。道長は知らないです、ね。自分の子だってことも知らないし。そうでしょ。あなたの息子だよって。って。教えてあげたいもん。道長の息子なんだよって。そのそれだったんですか、いや、俺ら視聴者ね、いやそれはあんたの子なんだよって、で、伊藤さんとかはもうはぁはぁってなったからね。そうですね、伊藤さんに知ってますからね、うん、で、そこでついに出来上がったなんかあの神々しい音というかあの音楽ね、はい、ちょっと聖歌隊のようななんかあの、はい、だからすごい良かったのよ、はい、あそこが日本の歴史なんだけどなんかそういうのが、ね、やっぱ素敵だったな。現状のあたりが製本されてますよ、そう、ね、今回のね、あの降ってくるところもそうだし、はい、音楽ね、そうですね、あのちょうど製本されて帝に献上されたところの音楽とか、まあそう逆に秋山さんのところとかもね、そうですね、あ、実助さんのところとかね、3人のところもちょっとコミカルな音楽とか、ついにこれがどうなっていくのか。でも立てまつったのに直すっていうね、まひも、そう、あそこもすごい作家としての、確かに、こっからまだ続くわけでしょ、源氏物語は、はい、まだあれ始まりだったじゃん、
冒頭です、ね、冒頭の味方とうとう読んでます、ね、うん、読んで一回伏せたよね。そうですね、うん、あれはどういう意味ですか。いやだからうんっていう、最初はやっぱ味方的にもあまりそのえぐってくるから、うん、ちょっとこれは大丈夫みたいな感じだと思うけど、さあこっからどうなるのか。うん、でもついにこの31話で源氏物語が作られたという。いやー、ということで次回もちょっとあのトリオのコントもちょっといやコントじゃないです、やり取りです、はい、コントじゃないので、いや、ワクワクしました。あの3人が映るのちょっとワクワクしましたね、はいはい、いやだから来週もそうなんかねなってましたね。テンプ12人承認って、うん、なんか言ってましたね。さあどうなるんでしょうか。来週もまた会いましょう。終身。高評価とか、なんかあのチャンネル登録とか、なんかあのよし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 。